おかえりなさい。はい、牛久の情報をインターネットで手探りに発信、ちゃんみよ TV 司会の牛久大好きちゃんみよです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。そして、はい、金曜日レギュラー劇団スペースクラブ団長ののじこです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、金曜日のレギュラーですが、はい、今日はね、ちょっと曜日を公開しまして、木曜日にのじが出ておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、平日毎日1時間の生放送をお届けしているチャンミュー TV、 本日もエスカードプラザ特設スタジオから皆様にウキウキハッピーな情報をお届けするべく、はい、まあね、今日は特別、今日は特別のじと、はい、私チャンミューでお届けしていきたいと思いますので、最後までぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。今日ね、はい、ちょっといつもとなんだか違うようなチャンミュー TV なんですけど、ちょっと気合入れて婚活女子っぽさ結構増してる感じになってますけど、早速コメントが来てますね。はい、ここからかな、うんうん、820RS さん、はい、セプターさんですね。はい、こんばんはということで、こんばんは、皆さんからのコメントお待ちしております。はい、どしどしお待ちしてます。はい、早速参りましょう。本日ね、はい、第686回目のチャンミュー TV でございます。はい、まあ、4月の9日の木曜日、うん、まあ、気合入れてお届けしていきたいと思います。はい、まあ、そんなね、はい、今日、この今日、はい、686回目を記念する素敵なゲスト、うん、なんとだーん、牛久市の商工会青年部のなんと伊藤部長に登場していただいて、まあ、いろいろとね、熱く語っていきましょう、うん、きたいと思いますので、はい、皆さんも最後までぜひぜひお楽しみにということですね。はい、そんな、はい、そして今日ののじこの気分、じゃん、桜見に行ったよ、のじこアットスペークロ、うん、先週ね、あの桜の名所を教えていただいたので、うんうんうん、あのこの前の週末に、はい、本当に行ったの？本当に桜見に行きました。でも王道でシャトーに行ったんですけど、あでもね、あの別にあの、ね、どんちゃんな飲むような、ね、時間はなく、うん、普通に桜を見に行きました。だから花見をしたというくらい、桜をね、歩いて行って、あ、うん、綺麗だなって言って帰ったみたいな、ね、うん、そういうあさり目でしたが見に行きました。桜か、結構見てるね。まあ、でもね、やっぱ、うん、どこでも結構咲いててね、うん、あのよく見えるからね、うんうん、今年もたっぷり見た感じもします。ごちそうさまでございます。でもね、うん、昨日の雨だったんで、ね、結構ね、私も今日シャトーが通ったんですけど、うん、もう結構そうね、落ちちゃったよね。そう、でもまあね、桜祭り今週末までやってますね、うんうん、皆さんもぜひ足を運びいただきたいなと思います。はい、じゃあそんなこんなで一つ目のコーナーから始めていきたいと思います。一、はい、つ目のコーナーはこちらのコーナーです。はい、なんだ、なにこれ、わかんないでしょ。ま、なんかすごそうなの。はい、なんとですね、うん、樹齢800年の盆栽があまりにかっこよすぎると、800年、はい、海外で話題になっているというニュースが届いております。まあ、おそらくネットユーザーで、まあ、普段我々、私たちみたいにね、こうニュースサイトをこう見ている方は盆栽ね、興味いかないんじゃないのかなっていう気がするんですけど、最近の盆栽はこう割とこれはすごい的なね、格好を見せつけているらしく、我々若い世代でも実にかっこいいと感心させられることがあるようなんですって。はい、でね、まあ、こちら出てますけど、このね、話題になっているのは、まあ、木村正彦さんの盆栽らしくて、まあ、すごいね、有名なものな、そうなんですよ。まあ、枝の先になんと竜がいるかのよ、このね、わかる、うんうんうん、まあ、盆栽の木そのものだけでなく、幹や枝などあらゆる視点から美しさを追求しなければならないようなんですけども、これ本当に素晴らしいということで、迫力満点だということです。へ、実際に800年ってすごくない？すごいと思うよ。800年ってだって今から800年前って何してたって感じでしょ、世の中が。木村さんは800年は生きられないでしょ、どうなってるの。いや、だから木村さんは800年の盆栽を、まあ、手入れしてくれて。おかしいよな、800年の盆栽って800年前に盆栽にされたってこと、どういうことなの。樹齢800年の木を盆栽にしたんじゃないかな。盆栽ってどれぐらいのサイズ、こんなの。大きさまではね、盆栽ってそんな持つ800年経ったらほんとさ、大木みたいになってない。まあ、ちょっとそのあたりについてまではこのまとめニュースさんで言ってなかったんです。でもこのね、すごいおしゃれでしょ、このまあまあまあ本当に竜みたいじゃん。おしゃれではありますね。はい、そうだから、はい、あんまりまたパッとしないニュースをね、今日もまた言ってしまいましたけど、ごめんなさい。ごめんなさいね、すいません、いつも通りつまらなくて。はい、まあ、でも樹齢800年の盆栽が本当に海外で話題になるほど有名になっているというニュースが届いておりました。はいはいはい、え、興味ないでしょ。ないっす。特に盆栽ね、まだち
とそこまで行く余裕がない感じになってかな。まあでもこれは確かに素敵だなと思う。パッと見た瞬間も龍っぽいなと思ったし。でしょ、うん、私もなんかそう思って紹介してみた。ダメ？いやいいと思います。いいです。はい、そんなね、はい、つまらないニュースで、すみません。ちゃんとコメント来てますよ。はいはい、セプターさんかな、はい、なんか龍みたいに見える盆栽。お、ありがとうございます。そうでございます。いやもう木村さん、木村雅彦さんの盆栽は素晴らしいっていうことが、ね、800年がどういうことなのかね。すごいけどね。あと他にもコメントしますね、うん、700回が目前ですなとか、あと壁木のさん、おかえりなさーい、チャンミオ団長お疲れ、センターマルシェで開店ナウですとか、壁木のさん今日誕生日だったかな。フェイスブックで、そう、はい、フェイスブックで、そこお誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー dear カブヒノさん、ハッピーバースデー to you、 おめでとう。はい、ありがとうございます。すいません、サクッとおさまつさんまで。最後の方は怪しかったよ。あとね、たかちゃんもおかえりなさい。はい、おかえりなさい。うん、チャミオのジョラジョ、疲れ、今日も残業1時間ということで頑張ってください。はい、ありがとうございました。ということでチャミオまとめニュースでございました。はい、あんまりパッとしなかったね。まあね、あのうわーみたいな気持ちはね、うわーみたいなのならなかったけど、まあ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 素敵でございました。はい、今日ちょっとねおしゃれな感じで、私たちそうなんかシックな感じでお勤めしたいと思いますので、まあいい感じのね、素敵な、そんないいよ別にシックなんてしなくて、いつも通りでいいよ。本当、でもなんかちょっとおとなしいじゃん。緊張して。ちょっとおとなしいですよね。 いつもよ。え？いつもよっていうよがつかない。はい、じゃあ次行きましょう。次も時間も時間ですからね。はいはい、ね、じゃあ続いてのコーナーに行く前に一旦提供さんのご紹介です。 VTR どうぞ。ジャンミオ TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様の提供でお届けいたします。はいはい、はい、続いてのコーナー、はい、牛乳でございます。牛久の、ね、ニュースをお伝えするコーナーでございます。4月の9日の木曜日の気になる牛久のニュース見ていきたいんですけれども、はい、まず1つ目ですね、はい、常陽新聞さんの4月の9日の記事からのご紹介でございます。はい、ね、これをね、牛久で玉見会書店ということで、玉見会かな書店が牛久市中央の三越牛久店2階アートギャラリーで12日まで開かれているということです。田宮町の老井の玉水さん主催の書道教室、14人の、作品が会場に飾られていて、かな、かなの、ね、持つ、素敵な優美な雰囲気が来場者を楽しませているということでね、お写真も届いておりますので、ちょっと見ていきたいと思います。うん、こちらですね。はい、こんな感じで、来場者を楽しませている。ほうほう、こちらのね、書店、うん、書店、書店は2年に1回の開催で、うん、今回はなんと20回目となったということです。すごくない？歴史のある書店、ね、2年に1回で40年はやってらっしゃるってことよ。はい、お湯の玉子さん、うん、すごいですね。うん、はい、でね、大人のほか小学生から高校生まで、うん、4人の作品があり、力強い線で書かれていると好評であるということです。毎回テーマを決め、それに沿った、まあ、書を展示しているということで、今回のテーマは言葉遊び歌、いろは歌の中から11首を選び、かな楽器で、表したということで、まあ、来場した50代の女性2人は、毎回テーマが違って面白いですねと、会場に来るのが楽しみですと興味深げに、会場を回っていたということです。会員が、姿勢の、漁師を使った作品も多いということで、自分で作ったの。そう、お犬さんが自分で作った紙は自分の、描きたいイメージに合わせられると、好みの色に染めたり、金や銀箔を、古墳でこうするなど、なんかこのね、独特の書、独特の美しさを研究しているということでございます。なんかこう書ですって、なんか野地はでも字うまそうよね。そんなことないですけど、まあとりあえず6年生まではね、あの書道通ってましたね。私ね、字下手なんだけど、うん、あのみんなに字下手って言われるんだけど書道通ってたよ。言うほど下手じゃないよ。いや、そんな、この間これ出したら下手くそって言われた。いや、私もこんなレベルは別に。でも、かなって難しいよね。
ひらがなが難しい。ひらがなって難しい。あの直線じゃないから。そう、細くシャシャシャって、うん、書けるようになりたいよね。あ、サラサラサラっとね。そう、ボールペン字を買ったんですけどやってないですね。結局やってないですね。いやでも人のこと言えない。私買ってもやんない派マジで。やんないよね。やんないね。だからダメなんだよね。そうね。すいません、はい、そう、でも3時間で終わるって書いてあるのに。今日仲良し。うん、いや、いつも仲良しですよね。いつも仲良しです。やめてください、そういうの。そうですか。はい、なんで笑うの。はい、じゃ早速、はいはい、いきましょうね。じゃ続いて、はい、2つ目の、ウシニューでございます。1つ目はですね、広報牛久さんの4月1日号でございますね、はい、これはね、昔の、まあ、牛久をね結構紹介されてるんですけど、うんうん、昔の牛久の写真を募集していますということでご紹介していきましょう。明治、大正、昭和初期の昔の牛久の写真を現在募集しているということでね、うん、まあ、お写真も飾られてたのでちょっと見ていきたいと思いますけれども、よいしょ、まあ、こんな感じでね、ほうほうほう、昔っぽいよね。もう白黒の時点で昔っぽいよね、やっぱね。うん、まあ、伝えたい、残したい20世紀の牛久と、うん、皆さんのご家庭に眠っている昔の写真、昔の牛久の写真はありませんかと、うんうん、牛久市では今、そのような昔の牛久の写真、特に明治、大正、昭和初期の牛久の風景や施設、うん、ほうほうほう、そして年中行事の、様子がわかる写真を募集しています。懐かしい、残したい写真がありましたら、うん、ぜひご協力くださいということで、お問い合わせにつきましては文化芸術家、これ名前変えたからね、障害学習科が変わったんで、文化芸術家、牛久市中央障害学習センター内にあります8712301までお問い合わせお願いします。これはね、昭和、今ね映ってるのは昭和17年4月に撮影された今の岡田小学校の2年生の記念写真なので、岡田国民学校と言われてたんですよ。もう私が通っていた頃の面影はね、面影、もうね、どこの角度で何を撮ったのやら的なところはね、ありますけど、あー、でもなんか、うん、校舎は向かう、まあ、なんとなくわかるかな、まあ、でも現、うん、岡田小学校ですかね。なるほど。そうで、岡田小学校は昭和13年に岡田第一から、うん、第4尋常小学校を統合し、うん、昭和15年に現在の場所に校舎が建てられたということです、うん、で昭和16年に、太平洋戦争が始まり、うん、戦争が拡大する中、うん、当時小学生だった、池延氏、うん、なんとも言えない不安でいっぱいだったそうですということで、うん、子供たちの服装、学生服だったりとか、うん、あと洋服に着物まで様々で、うん、ちょっとよくね見えますかね、皆さんちょっと見てるかな、うん、そう、でも後ろの男性教員は、国民服を着ていて戦争の影響が伺えますというですね、うん、そんなお写真でございました。でもこうやってね、うん、昔の牛久のお写真を、ね、見れると、うんうん、岡田小学校とかなおさら、うん、ねえ、まあ、でも本当に皆さんのご家庭に眠っている昔の牛久の写真がありましたら、はいはい、ぜひ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 、文化芸術家さんまでお届けください。でも私はね、うん、ちょっと残念ながら昔の牛久の写真がある時代には牛久にいないので。そうですよね、平成からなのでちょっとね、うん、すごく気になりますね、うんうん、のじのところはうちねあるかもしれないですけどね、うん、ばあちゃん家にはあるのかな、ちょっと牛久市民だよね、ばあちゃんも、お願いします。はい、はい、なので皆さんぜひ応募ください、ってことでした、はい、じゃあ続いていきましょうね。あ、コメント届いてます、ね、はい、じゃじゃじゃん、うんうん、あ、歌舞伎堂さん、うん、ありがとうございます。しかしつくば市寒い、さっきの私のハッピーバースデーをね、あの聞いてくださったんですよね、うん、あ、はいはい、おめでとうございます。はい、今日ございました。まあでもつくばも寒いって言ってますけど、牛久もっと寒いです多分。いや今日寒いね、昨日今日寒いですね。皆さんお風邪ひかないように。そう、薄着すぎてコートを結局出したいの。ない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 、コートとか出さない。いやいや風邪ひきますよ、昨日雪降ってましたからね、みぞれっぽくね。気をつけてございます。はい、じゃあ続いていきましょうね、はい、3つ目の牛乳に参りましょう、うん、こちらもね、広報牛久の4月1日号からのご紹介となりますね、うん、牛久自然観察の森の、イベント情報でございます。2つ、うん、ございますので紹介していきましょう。まず1つ目、子ども昆虫教室、目覚め始めた昆虫を探そうと、うんうん、でいつもね、うんうん、あの面白いお話をしてくださいます、ね、牛久自然観察の森のニュースなんですけれども、はいはい、目覚め始めたということで、お写真ある昆虫教室、こちらあんまよくわかんない、ね、ぼやーっとしてるね点灯
ントウムシです、テントウムシ目覚めた感じね、はい、あの目覚め、ね、寝ぼけまだこで出てるんですよ。なるほどね、ぼやっと寝ぼけて感じで、はい、11日の土曜日、うん、午前9時から10時まで、はい、対象が小学校の低学年とその保護者の方だそうですね、うん、ネイチャーセンターのレクチャー室で開催されます。4月の1日から、うん、お電話で受付しているということなんですけど、うん、雨天の場合は雨天、あと降天の時は中止となります、ね、はい、はい、でね、うん、もう一つあります。もう一つ、はい、ほうほう、園長の里山ガイドツアーっていうのがありますね。こちらこれもね、はいはい、ちょっとぽやっとしてますけど、ね、はい、12日の日曜日、うん、午後1時から3時までですね、うん、大人向けの内容と、私たち向けでございます。なるほどね、大人向けなんだね。そう、面白い内容だと思います、うん、ね、こちら参加費無料、うん、ネイチャーセンター前集合で、当日受付で大丈夫です。なるほど。園長に、まあ、このね、牛久自然観察の森ならではの里山を案内していただけるという、ね、そんな、スペシャルなイベントとなっております、うん、こちらのイベントのお申し込み、そしてお問い合わせにつきましては自然観察の森、0298746600まで、はい、0298746600までお問い合わせよろしくお願いいたしますということでございました。はい、はい、じゃあ、うん、以上、牛久市のニュースお届けしました。じゃあ続いてですね、小中学校からのお便りということで、はい、本日も牛久市教育委員会さんのご協力で牛久市内の小中学校のニュースご紹介していきたいと思います。一つ目の学校はこちらです。じゃじゃーん。はい、牛久小学校の6日の記事ですね、うん、2015牛久っ子の1年のスタートということで、今日は新年式、はい、始業式が行われました。4月より校長先生、教頭先生、そして2人の先生方をお迎えしました。新旧を機に今年はもっと頑張りたいと堂々と発表する児童もいて頼もしかったですということでございます。でね、うん、式の最後には担任発表が行われ、うん、どの学年の子どもたちも笑顔がいっぱいでした、うん、教室では、そのやる気を聞く気持ちに変えて、うん、新しい担任の先生の話を熱心に聞くことができましたと、うん、新しい教科書を手にしてやる気と笑顔に満ちた一日でしたということですね。やっぱね、新学期だとね、うん、テンション違いますからね。まあね、新しくね、お兄さんお姉さんになってね、うん、やっぱり気持ちも新たにね、うん、頑張ろうってなるよね、みんなね、頑張ってもらいたいですね。はい、はい、じゃあ続いていきましょう。続いてじゃじゃーん、岡田小学校の、うん、8日の記事です。なるほどね。新入生登校開始ということで、うん、ピッカピッカの1年生、そう、はい、ピカピカの1年生が大きなランドセルを背負って初めて登校しました、うん、あいにくのお天気でぬかるんだ校庭を通るのも一苦労と、うん、上級生に見守られる中、一歩一歩気をつけて歩くことができました。おはようございますと元気な挨拶で1日を始めることができました。頑張りましたというですね、微笑ましいニュースでございますけれども、でもね、あいにくの雨でね、桜も散っちゃったりとかねしてますけど、ね、まあ、でも貴重な経験ですよ、この時期から雨体験できるんですからね。別に雨は貴重な時でもないと思いますけどね、はいはい、じゃあ続いていきましょうかね、はい、続いては、はい、奥野小学校の記事です、うん、9日の記事です、うん、新しい学びに意欲的な子どもたちということで、うん、新年度が始まり、奥野小の子どもたちはいろいろなことに意欲的に取り組んでいます。学習面でもいろいろな知識をどんどん吸収したいと、多くの子どもたちが真剣に学習に取り組んでいます、はい、子どもたちがたくさんの知識を吸収し、さらなる可能性を伸ばせるよう、我々教師も日々研修に励んでいきたいと思いますということでございました、うん、まあね、牛久市学び合いの授業が ね売りでございますから、みんな一生懸命学んでいただきたいですね、うん、はい、じゃあ続いていきましょう。続いてです、はい、牛久第二小学校のニュースでございます。 お掃除してる様子が ね出てますけど、早速見ていきましょう。8日の記事です、うん、新体制ということで、うん、始業式、入学式が終わり、今日から新しい学級での学校生活が始まります。職員室前の廊下には、2年生が掃除をしてくれていると、うん、バケツを運ぶ児童、雑巾を絞る児童、床を磨く児童、早くも新しい仲間たちとの、高い連携力を発揮している児童たちの姿を見ることができましたというね、そんな牛久二小の子たちのニュースをお届けいたしました。ね、新しいクラスでね、うん、何クラスぐらいあるんだろうね、今小学校って。2クラスぐらい、3クラス、あのね、うん、3クラスあるところもあれば、うん、1クラスのところもあります。なるほどね、結構もうちょっと多いところもある、うんうん、ね、やっぱ学年で、ね、うん、学校によってもね、何クラスからこうシャッフルするからね、やっぱね、うん、新しい友達でどうやっていこうってやっぱね、ドキドキだろうね。もうじゃん、うん、でも今のね、奥の小とか牛久二中って1クラスだから、うんうん、そうだよね、奥の小ってね、シャッフルもしないまま上に
に上がり、うん、シャッフルもしないまま中学校になる。それはそれですごいね。超先進的な中高一貫小中一貫教育そうだね。もうどこよりも先、どこよりも先にね、もう他にいないからねいいでしょいいですね、牛国中央、ね、奥の社を知らない、はい、ということで、以上小中学校からのお便り、はい、牛久市の教育委員会さんにご協力いただいて紹介させていただきました、はい、続いてはお仕事できれい、はい、はいはい、天大仏だよ。今日は牛天大仏さんからですね、はい、はい、おかえりなさい、おかえりなさい。さて問題です、うん、はい、今日は何の日でしょう。4月の9日、うん、シック、あー惜しいなー、牛久の日たわけもの、うはどこにあるんだ、ね、今日はね、2月、うん、大仏の日、えくしくも大仏の日だ。なんで、シック、いや、全然違ってさ、奈良の大仏ができた日、今日が、うん、752年だって。おー、まあ、わしゃー、なるほどね、紀元前の生まれだから奈良の大仏なんてまだまだ全然もう小僧組みすぎだけどね、うん、なるほどなるほど。だから今日お、なんか岡田省で大仏の話してたの今日岡田省の取材に行ったんだけどね、うん、なんか給食の時間にためになる話だかなんだかっていうので、うんうん、大仏の話してて、牛久だからだと思ってたら大仏の日だったの。大仏の日とかするよね、うん、最近の給食の時間ってすごいためになる話してんのよ。なんで給食の時間ためになる話、誰がすんの、先生が、放送委員会の。ああ、なるほど。あ、すいません、話が出ました。いえいえ、どうぞ、しまして天気をね、で、まあ752年ね、うん、生まれね、うんうんうん、さっき言ったように、わしは紀元前、うんうん、釈迦も紀元前、まあいいや、はい、では、ではでは、はい、明日の天気に参るぞ。はい、もう寒いよな、はあ、今日はね、うん、最高気温で10度ぐらい、うんうん、それも寒いけどね。そう、明日はね、もうちょっといいかもしれないけども、うんうん、明日の天気は曇り、曇り、夕方から弱い雨、雨、うん、で気温がね、うん、やっぱり最低気温で3度ぐらいだし、うん、最高でも12度ぐらいだから12度、日が当たらない分、ま、寒く感じるかもしれない。風はめっちゃ冷たかったっすかね。じゃあまた明日も桜散っちゃうの。そうそうだね、もうね、もうめちゃくちゃ散っちゃうね、うん、田中佳代さんから、はい、今日は木曜日、今日は木曜日おばんでちゃん見よう、おかえりなさい。そうね、今日ね、文字がいるからね。そう、私がいるけど木曜日でございます。金曜日の日がしちゃいますけどね、してます。明日、たっちゃん登場しますんで、はい、セプターさんがね、うん、ご飯離脱してます。あ、はい、美味しいご飯食べて戻ってください、うん、待ってます。はい、うん、いいかな。あ、うんうん、天気変わりやすいのがしばらく続きますんで、はい、はい、もうちょっとすると暖かくなるから。女心と一緒ですね。秋の空じゃないけどね。そうね、春の空ですけど ね、 春の空ね。チャンピオンみたいなもんだな。えチャンピオンみたいなもんだな。力はウキウキハッピー、はい、はい、ということで、うん、以上牛久のお天気ご紹介させていただきました、うん、じゃあ続いてですね、はい、牛久の情報をお届けしていきたいと思います。牛久市情報ですね、はい、まず一つ目の牛久市情報を、お届けします。まずしたらこちら、じゃん、コミュニティ FM の放送、うん、まあ、ラジオ局のネーミング大募集ということでご紹介していきましょう、うんうん、はい、今年8月になんかコミュニティ FM の放送がスタートする予定となっております、うんうん、牛久市で牛久のコミュニティ FM の放送が多くの皆様に親しんでいただけるために、うんうん、ラジオ局にふさわしい名前というのを現在募集しているということで、うん、皆さんで牛久のコミュニティ FM この放送を盛り上げていきましょうということで、うんうん、お名前ネーミングの募集応募資格は、牛久市在住または在勤の方だけなんですね。はい、うん、で募集期間が4月の1日からもう募集始まっていて、4月の30日木曜日の、17時までということです。チャメ TV 始まる前です。なるほどね、はい、で応募の方法は、うん、ファックス、E メール、郵送または直接担当の課までご持参くださいということで、おうおうおう、まあ、応募の時に、まあ、懸命にね、うん、牛久のコミュニティ FM 開局記念ネーミング応募というふうに書いて、うん、お名前、ご住所、連絡先、年齢を、書いてくださいということです。その他ね、あれですよ、なんと選考方法ね、応募締め切り後、はい、厳正な審査の上、うん、当選者が決まります、はい、そしたらなんと、うん、決まった方ね、うん、記念品もらえちゃいます。なんか決め、自分の決めれる
名前が採用された上に記念品ももらえる。はい、いやそれはもうかなりいいじゃないですか。すごいね、うん、これやりたいでしょ、はい、うん、はい、でね、このね、うんうん、応募作品個人情報につきましては、まあね、この事業に関する他には使用いたせませんということです、うん、でね、応募者、応募作品を主催者が利用することを認めることとしますということでね、うん、まあ使ったらこれはもう牛久のコミュニティの名前。なるほど、はい、皆さんもぜひ応募いただきたいと思いますけど、ノジ、うん、だったらどんな名前にしたい、これでもね、まあ取られちゃったらあれですけど、はい、でも何にしたい？取られても全然大丈夫ですよ、うん、でもやっぱ牛久っていうのはどっかに入れたいよね。あ、そう、入れたい。だってパッと聞いた瞬間ね、うんうん、どこってなったらやっぱね、牛久牛久って分からなかったらやっぱちょっとね、ズコってなりそうな気がするから、なんとか牛久とかね、で牛ウキウキハッピー FM でちょっと送ろうかなと。じゃあウキウキハッピー、牛久ウキウキハッピーとか、ウキウキハッピー FM。なるほどね、もう何がつけてかすごい、ねえ、まあ、採用されないと思います。採用されないと思いますけどね、なかなかね、なかなかね、まあ皆さんね、あのぜひご応募いただきたいと思いますし、はい、ね、当選された時には何が記念品だったのか教えてくださいそこかい、気になるもん。いや、なかんないよ、なんかパーソナリティ券とか。パーソナリティ券ね、あ、なるほどね、そういうの欲しいかもね、あれかもしれないですけど、チャンビオ TV もさ、なんかやってさ、パーソナリティ券とかさパーソナリティ券欲しいっすかね、これ。レギュラー券。レギュラー券ね。はい、はい、じゃあ、はい、戻します。はい、お問い合わせ、応募先につきまして、牛久市役所、うん、情報制作課さんまでよろしくお願いします。はい、029-873-2111 の、情報制作課さんですね。はい、よろしくお願いいたします。でね、はい、開局にあたり、はい、お名前もそうですが、うん、パーソナリティ、ミキサー、番組制作、そして陸上無線技術士、2級以上などの運営スタッフが必要となるということで、経験、未経験は問いません。なるほど、興味のある方一度ご連絡くださいということでございました、うん、なので皆さんね、はい、ぜひ興味のある方、うん、応募していただきたいなと思いますね。はい、はい、ということで、うん、以上1つ目の牛久市情報でした。じゃあ続いて2つ目いきましょうね、はい、2つ目はこちらです、うん、じゃーん、各小中学校で入学式、はい、ということ で、 そうですね、はい、お写真に、ね、ございますので、はい、まあ、小中学校のお便りにちょっとねかぶっちゃいますけど、うん、こんな感じで、はい、各小中学校の入学式情報をお届けしていきたいと思います。こちらなんですけども、うん、牛久市立牛久第一中学校では第54回目の入学式が行われ、147名の新入生が入学しました。校長先生の式辞では次のような激励の言葉をいただきました。伝統ある牛久一中で、小学校で培った能力を十分に発揮してください。幸せは自分の身近にありますが、なかなか見つけられない。今皆さんは幸せですか？もし幸せなら自分だけの幸せではなく周りを幸せにしようと思ってください。その気持ちが結果的に自分の幸せをつかむことになります。皆さんの学校生活が楽しく充実したものになるよう先生たちは努力を惜しみませんというようなね、心強い、温かいコメントをね先生がされていたようですけどね。こうやって牛久一中生147名。なるほどね、中学校はね制服着るからまたね全然違う感じがねやっぱねするだろうしね、緊張したんだけど、はい、本当に皆さん入学おめでとうございます、うん、ございます。じゃあ最後ですね、うん、3つ目の、牛久の情報でございます。よっこいしょ、パン、ペット110番でございます、うん、まあ、犬猫のね、うん、保護と、まあ、いなくなっちゃったのと、うん、見つけましたよっていう、まあ、お知らせでございます、はい、まずはですね、まあ、逃げてしまったよというワンちゃんの情報をご紹介したいと思います、うんうん、逃げてしまった日は3月の29日、うん、あ、嘘、28日に逃げてしまったワンちゃんです、はい、お写真がありますので、うん、まずはお写真見てみましょう。こちらのワンちゃん、ほう、白いんだ。そうです、うん、ミックス、うん、毛色は白、うん、性別メス、首輪なしの7歳のワンちゃんです、うん、いなくなってしまった場所は、牛久市南の4丁目、うん、お心当たりのある方は、環境政策課さんまでね、牛久市役所873-211の、環境政策課さんまでご連絡くださいということでした、はい、続いてです、うん、保護した、ワンちゃんがね、なるほど、の情報でございます、うん、こちら見てみましょう。この黒いちゃんワンちゃんですね、うん、種類、ミックス、うん、黒い 毛色は黒、うん、性別はオスで、青い布の首輪がついていると。で18キロで耳が垂れてて長い毛です。人懐っこいワンちゃんを牛久市小名化町で保護しましたよということで、こちらもですね、お心当たりがある方は情報制作課、873-2111までご連絡くださいということです。
でね、合わせてちょっと皆さんにお知らせなんですけど、うん、まあね、大切なペットを迷子にさせないために、うん、首輪に迷子札とか、ね、安心だワンホルダーなどをつけるようにしてくださいということでございました、ね、帰ってこれるようにね、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、うん、ではではコメントきますよ、うん、はい、牛久市コミュニティ FM のパーソナリティ応募条件はやっぱり牛久市在住在勤が原則、そちらはね書いてございませんので、どうございましょうか、詳しくは、まあでも在勤になるからね、でも経験未経験は問いません、うん、まあ興味のある方一度あの情報制作所にご連絡ください。もしこれで働くことになれば牛久市在勤ということになりますんで、そうだね、ネーミングもできるんじゃないですかね、うんうん、はい、ということで以上、はい、牛久市情報をお届けいたしました。でね、ここでちょっとね、はい、ゲストさん出る前にちょっと皆さんに、うん、チャンメ TV 見てる皆さん、うん、皆さん、はい、皆さんご飯からこっちに戻ってください。ご飯からこっち今ちょうどいい時間ですね、7時6分ね、はい、あのね、うん、ちょっと聞きたいんですよ、はい、皆さんは、うん、なんでチャンミオ TV を見ているのかと、うん、ほうほう、すごい質問でしょ、自分たちが、ね、放送しながら突然なんで見てるのっていう、ね、なんでチャンミオ TV を見てるのかっていうのを、ね、はい、ちょっと皆さんにね今日は問いたい、うん、教えていただきたいということですね、教えていただきたい、あのコメントでぜひね、うん、なんでチャンミオ TV を見てるのかについて、うん、コメントして、まあ、できるだけ早めにいっぱい来ると嬉しいんですよね。危ない、今日ね、いろいろなね、諸事情する方がいますんでね、はい、諸事情がありますんでね、もしよろしければ今すぐ携帯をね手に取っていただいてるパソコンの前に立っていただいて、今すぐコメントをいただけると、なんで見てるんですか、なんで見てるかね、教えてほしいな。いやでもね、うん、やっぱりこう婚活女子がね、このいいコンビだと思いますよ、ね、今日もおそろだね、え、おそろ、何が今日おそろっすか、あ、もう今日はおそろで、あの可愛い感じでありがとうございます、エブリデイね、エブリデイね、はい、仲いいんだね、やっぱりね、仲いいですよ、はい、ね、いつもいつもこんな感じですよ、見苦しいかしら、そんなこんな、はい、皆さんのコメントね、はい、本当にお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします、うん、はい、じゃあ、もしもコメント届いてきたら、うん、フォローお願いしますね、はい、了解、教えてください、教えてください、ありがとう、何がとバーンね、はい、早さんもね、歌舞伎のさんもね、いや、みんなね、ね、みんなね、はい、見てくれ、帰ってくれるはずだな、はい、まあまあ、ちょっとねプレッシャー送ってプレッシャー送ってますけど、はいはい、ちょっとゲストさんの登場まで、はいはい、しばし時間ございますので、はい、最近の時間をね、はい、どうしたらいいのかっていうのを考えた結果、はいはい、始めてるのがサイコロトークです、出た、はい、今度はサイコロトークに行った、あれ、はい、心理テストやめたんだ、いや、心理テストは金曜日なんでね、なるほどね、あ、なるほど、はい、皆さんからのコメントを待ってる間にサイコロトークしたいと思いますけれども、はい、じゃん、じゃーん、はい、ノジーの好きな数字を、お、お、お、来てますよ、すみません、来てますね、はい、セプターさん、セプターさん、チャンミオが面白いから、ありがとうございますね、うちの MC がね、ほんとね、てんやまんやでいつも面白いと思います、ほんとありがとうございます、あ、そういう意味ね、かわいいとかそういうのじゃないんですか、面白いからって書いてありましたね、その仕事来るよ、すいません、面白い、ありがとうございます、チャンミオが面白いから入りました、一票、一票いきました、一票入りました、皆さん続々とお待ちしてますんで、お待ちしてます、はい、その間にサイコロトークしてますので、はい、ノジーの好きな数字、1から70まで、1から70まで、あー、70までか、うん、12、12、なんで 12? 私9月12日生まれだから、なるほどね、12、どうでもいい話、まさかのコマルにしてどうでもいい話なんでサイコロトークにどうでもいい話入ってるんだ、だって入ってるんだもん、どうでもいいんでしょ、だってどうでもいい話ってなん、どうでもいい話って何よ、逆にどうでもいいの、ね、あ、劇団がね、今年度になって、うん、創立10周年を迎えまして、うん、何をやるかね、こうやるということ以外特に決まっていないっていうことでね、いやでもあれじゃないですか、どうでもよくない話で、うん、劇団スペクロさんもユーストリームの放送を、はい、してます、してます、次1ぐらいでやろうかなと思いまして、うん、イバキラね、うん、TV で昨年度は放送させていただいたのを、うんうん、ちょっとね自分たちで放送していこうということで、うんうん、もっとなんかザックバラに何の計画性もなく台本なしで楽しい時間を過ごしていこうみたいな、やっています、はい、ね、皆さんぜひぜひチェックしてください、よろしくお願いします、しします、はい、じゃあもうちょっといきますね、うん、そうだね、続いて続いて、あ、コメント来てます、あ、かよさん、はい、コメント、チャンミオ TV なんて見てるかって、牛久の情報知りたいからじゃん、あーんとこちらの情報も共有したいのでね、あ、
なるほどね、共有できるっていうのはね、確かにそれもいいところでございますから。そう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 、見てる皆さんがね、うん、まあ、牛久じゃなくても、うん、その地域の情報を教えていただけるというのは確かに、うんうん、チャンミュー TV ならではの交流があるかもしれないですね。嬉しいね。ねえ、皆さんありがとうございます。もうちょっと待ってます。もうちょっと待ってます。はい、じゃあもう一個、はい、もう一個、じゃあ9月だからね、はい、切ない話切ない話だったり、どうでもいい話だったり、なんか盛り上がんねえ話だったり、ね、ね、切ない話、うんうんうん、なんだろう、切ない話、最近切ないことありました？結構いっぱいあるよいや多分その感じでも私よりあのチャンミョさんの方が切ない話を持ってらっしゃいそうな感じがしますよね、うん、例えばでもなんか、ね、切ない話、はい、でもね、ちょっと今言えない、切なすぎて言えない、切なすぎて言えない、はい、あーなんか、うん、一人ぼっちだなってなったとか、いつもそれ思う一人ぼっちじゃないよ。なんかこうね、はい、自分結婚式最近また、うん、またよく誘われる。なるほどなるほど。そうで行くじゃん、はい、でさ、なんかみんな幸せそうなの見てるじゃん、え、うん、いいなと思いながら見てるんだけど、うん、この間ね、はい、その行った結婚式で、はいはい、なんかね、その前に行った時は、うん、ブーケトスさえもちょっとやりたくなかったの結構病んでんじゃんそうだからじゃあ自分はいいやと思って、うん、じゃあみんなやっててって感じで写真の方で見てたんだけど、うん、今回はちょっと、うん、いやもらっとこうかなと思って、さすがにね、うん、で、はい、すごい前ね、うん、むしゃっと思ってこうやって待ってたの、うん、ほんで、うん、行くよ行くよみたいな感じで、うん、なんかチャンミュー行くよみたいな、うん、なんかそういう感じの視線を送られてた気がするから、うん、よっしゃ来いって思ったら、うん、そのブーケが5つに分かれたのね、うん、そのブーケ持ってるブーケが5つに分かれて、うん、よっしゃ飛んでくると思ったら見事に通過してっちゃって、うん、5つ分かれたブーケさえも取れない結婚もできない私切ない、切ない、切ない、切ないな、やっぱそんな切ないのは持ってなかったですわ。でもまたね、あの明後日結婚式に、なるほど、また行くんだけど、うん、その時はなんかちょっといいことあるといいなと思って、うん、そうだね、ブーケもらえるといいね、この10個ぐらいに分かれるようにしてもらってね10個ぐらいだったら1個ぐらい10個ぐらい分かれたらね、まあ1個ぐらいは取れるでしょうっていう。え、ちなみに牛久同士のカップルの結婚式で、一人私の同級生で同じ高校の子だったんですよ。だからノジーの後輩ですよ。あ、そうなんだ、一緒なんだ。そう、うん、しかもバスケ部ですよ。え、バスケ部だったら被ってんじゃない、一緒に。名前だけじゃ分かんなかったですよ。あーですね。で、その子が、はい、なんと同じね、牛久市で結婚するって、後輩と。なので、ちょっとね、それに行って、まあ、チャンミュー TV の取材も兼ねてる。兼ねないけどね。兼ねらんないでしょうな。かなと思ってます、はい。他にコメント大丈夫ですか？来てますか？あ、ツッターさん、大仏の存在はチャンミオで初めて知ったしね、うん、おー、なるほど、そうなんだ、はあ、大仏って牛久大仏のことですか？ねえ、あ、でもまあセプターさんはね、岐阜県から見てくださってますからね。そうだよね、岐阜県じゃ牛久大仏はね、ちょっと知らないかもしれないですね、うん、あと12番、どうでもいい話ってみたいな感じで笑われていますあと、あ、タカちゃんがチャンミオ TV を見てると、うん、牛久の情報がいち早くわかるからっていう、いち早くわかる、ありがとうございます、いつもね、もうね、ちょっと怪しい情報でしょちょっと待って、こう噛みながらね、あの、なんて言ったらよくわかんないながらもね、あの、ね、いち早くお届けして、まあ、毎日ね、平日毎日お届けしてますから、それはいち早いでございますよ、はい、ね、いち早いですはい、はい、ということで、まあね、ちょっとお時間も過ぎてしまったので、はい、サイコロトークは、つなぎのサイコロトークは以上で終了でございます、はい、で、皆さんからの、はい、あの、まだまだですね、うん、どうしてチャンミュー TV を見てるのかっていうのは、うん、あの、募集してますので、それはね、ゲストさんが登場してからもちょっとね、あの、教えていただければ嬉しいです ね、 しすね、あれ、皆さんありがとうございました、はい、続いてのコーナー、はい、素敵なゲストさんが登場してくれますので、うん、皆さん楽しみにしていてください。では一旦ですね、はい、CM でございます。 VTR どうぞ。
帰りなさい、はい、チャミュー TV 地域は一つの大きな家族がテーマですが、はい、今日は、ね、チャミューのお兄ちゃんが帰ってきていただいたのかなというふうに感じますけども、はい、まずはね、ゲストさんこちらのカメラに向かって自己紹介をお願いします。はい、牛久市北海青年部部長の伊藤です。よろしくお願いします。青年部の部長さんがどうも、今日はね、記念すべきチャミュー TV に、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。はい、本日はね、ちょっと私顔が入ってないですけど、もうちょっとバッキーしますか。大丈夫ですね、バッチリ。座高が高いもんです、すいません。素敵なお顔がバッチリ映ってますけども、はい、大丈夫ですか。はい、何度もですね、あの部長には出演していただいてるんですけども、ちょっとまだね、まだちょっとね、打ち解けていろいろ聞けられないんじゃないかなと思って。どんどん、どんどん聞いて、もうね、どんどんバンバン聞きはぐってもいいですか。はい、どうぞどうぞ。聞きはぐってんの。はぐって聞きはぐって、聞きはぐらないように聞いてもいいですか。はいはいはい、もちろんね、よろしくお願いします。はい、でね、まあ、チャンミュー TV に多分ね、何回か出演されてますけど、はい、まだ若干硬いのではないかと。そうですか。緊張してます。もう心臓ドキドキです。そうですよね。お兄ちゃんなんかちょっと耳赤いですもんね。お兄ちゃん、お兄ちゃん耳赤いないですよね。そうですね。でちょっとあの緊張をほぐすためにも、はい、あのチャンミューのね、最近ある一問一答をしていきたいと思いますので、まずは、お兄やんニックネームを教えてください。ニックネーム、はい、部長お兄やんだから今、うん、いや、以前以前、はい、以前、うん、小学校の頃は、うんうん、チケボーとかって呼ばれてました。シケボー名前がたけしなんで、はい、逆さに読むとシケタに棒をつけてシケボーとか。シケボー、シケボー兄ちゃんでいいんですか。ダメです。それダメです。シケボーの後はなんかまだ早い、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 あ、それ読めない、なかなかね。失礼いたしました。はい、他には、他には、はい、シケボーの他には、シケボーぐらいですね。あ、じゃあシケボーがやっぱりいいな。今はたけしとかっていう大人な感じになっちゃったんで。たけし、たけし多いですよね。たけし多いですよね。もう、そうですね、たけしからですからね。はい、ちょっとあんまりそれたけしっていう名前に呼びにくいんで。たけしって呼んじゃってください。大丈夫ですか。大丈夫ですか。たけし兄ちゃん、たけし兄ちゃん、はい、じゃあちょっと、じゃあ今日はじゃあ、はい、何兄ちゃんにしますか。じゃあ竹兄ちゃん、竹兄ちゃんで、竹兄ちゃんで通しますからね。よし、はい、すいません、はい、はい、じゃあ早速、はい、竹兄ちゃんにいろいろと聞いていきたいと思いますが、はい、気になる年齢、年齢、若く見られますよね。そうですね、結構お肌が綺麗なので、お肌綺麗、ね、本当に、はい、女子よりもそうそう、女子より普通ですからね、なんかね、何もやってないんですけど、本当ですか。はい、基本1日1本バナナ食べます。その明日が1日バナナ、私1日1本バナナで、そうです、坂田ストアで売ってるバナナじゃないと効かないんで。あ、なるほど。じゃあ皆さん、ぜひ肌がこれだけツヤツヤにツルツルになるには、はい、坂田ストアのバナナを1日1本、はい、1本、ね、食べてください。食べてね、はい、よろしくお願いします。はい、私もじゃあもう早速もうそうです、配達、うちの奥の方の方はなし、はい、県外でございます。買いに行きます。買いに行ってください。よろしくお願いします。はい、年、はい、はい、いいんですか。年、今度の、5月で38です。え、おお、 38 です。見えないね。見えないですね。すいません。いや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 、ちょっと意外にびっくりしました。はい、意外にびっくりしましたね。はい、子供3人いますんで。そうですよね。はい、かわいい。そっか。そうです。もう、あらららら、おっさんです。肌は結構黄色。いや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 。いやいやいや、38ですか。38です。それにはびっくりしました。はい、じゃあ一番上のお子さんは、小学2年です。なるほど、8歳。はい、で真ん中が年長、うん、下が0歳、うん、本当に日本のためにね、はい、やっぱ日本に 2.02 以上子供いないと、事故増えませんから、はい、貢献してます。はい、ありがとうございます。はい、コメント届いてますか。はい、コメント来てますね。カブキンドスが、はい、寒い、今日はコメントでこれしか言えないって言いながら、なんで見てるのか、うんうんうん、なんでだろうっていうふうに悩んでらっしゃいます。疑問でしょうね。なんでだろうって。さっきの質問ですね。そうですね。さっきの質問に悩んでいらっしゃいます。なんで見てるのか。はい、まあ、なんでもいいです。理由は見ていただければ。そうです。その通りです。そうですね。はい、じゃあ続いて。はい。じゃあ、タケニヤの血液型。うん、AB。おー、仲間。ぽい。ぽいです。ぽい。仲間です。あ、本当？私 AB です。AB ですか。同じ匂いしますか？AB だ、うん、しない。AB 同士の匂いってね、すでにね、すでに仲間あれですけど、うんうん、はい、でもそんな気がします。そうですか、うん、はい、私 B 型です。 B 型、どうでもいいですよね。うん、どうでもいい。はい、じゃあ次行きます。じゃあね、竹兄ちゃんのね、はい、趣味、趣味は、うん、ずっと野球やってたので、うん、野球が大好きです、うん、なるほど。今も、今もやってます。お、はい、今もやられてる。ちなみにポジションはピッチャー。
ぽい。おお、一番ピッチャーで、ピッチャー、はい、ですね、はい、伊藤君みたいな感じですね。そうですね、背番号1、はい、じゃあ次いきます、はい、あんま膨らまずはい、じゃあ、はい、野球はもうずっとやってて、そうです、ね、小中高、高社会人はやってないです。小中高まで、そうまで、ええ、公式軟式、軟式、軟式です、はい、じゃあ次、はい、いいですか、はい、そんな竹にやの特技、はい、野球が好きな竹にや特技、特技、特技は、うん、これはもう誰にも負けませんよ。負けないのは、うん、鼻をピクピクさせる速さ、うん、鼻をピクピクさせる速さ、いいですか、うん、ちょっと花粉症なんで鼻水が出てたらごめんなさい、言います、はい、わかりづらい、わかりづらい、これちょっとインパクト的にはね、あのでも動いてる、あーめっちゃ動いてる耳もいけるよ、ええ、あ、ごめん、眉毛、眉毛鼻、あ、鼻って意外と難しい難しい、それ特技です。あ、私も鼻動かないわ。じゃあ恥ずかしいからじゃないの。いやでも鼻動かすって難しくね、他が動いちゃう、鼻以外のところ、そう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 、まあちょっと今ね、すごい不思議な番組になってますけどそれがペイン顔対策、そうです、やっぱこれは部長たるもの、そう、まあ鼻の一つも動かすようで、まあ、それ真似ないと部長にはなれないということでございますね、はい、はい、じゃあそんな最後の一問いっておきます。はい、牛くんの好きな場所、それは、うん、ちゃんみよ TV のこの場所でございます、うん、ありがとうございます。私嘘をついてしまいましたどう申し訳ございません、早いですよ番組の最後あたり言っていただければね、まあ、でもね、でも本当にね、あの牛くんのために頑張る、うん、ちゃんみよ、うん、この場所が大好きです。ちょっと、私嘘をついておりましたどうも申し訳ございません、ちょっとしたって言おうか、早い早い早い、ありがとうございます。そのね、はい、言葉だけで、お腹いっぱいでございます、はい、じゃあ早速、はい、本題に戻りまして、はい、言うとですね、はい、竹にやにお話をお伺いしたいのは、はい、あのまずは一つ目、はい、商工会青年部の、まあ、今の、まあ、理念というか、理念、うん、理念は基本的にやっぱり地域貢献ですね、うん、自分たちが住むこの牛久がですね、うんうん、より活発に元気になることが我々の一番の目的でございます、まあ、そのためにいろんなイベントとか事業を行っておりますので、商工会といえば、青年部といえば、はい、やっぱ横丁、横丁、あとはまあワイワ祭とかで、ね、ワイワ祭ね、大抽選会やったりとか、今回あのビザワングランプリとかね、やりましたし、あとはショコミコシとかでね、みんなで盛り上げたりとか、あとあの今年度は野球教室と講演会もやりまして、元プロ野球選手をお呼びして、おー、いい講演でした、そうです ね、 ね、あやびさんも来ていただいて、はい、来ました、あやびさんじゃない、チャミオも、はい、来ていただいて、はい、その説は、いえいえ、その説はありがとうございました。そうなんです、うん、私がやっぱ野球好きなんで、ぜひあの野球を通じて素晴らしい授業やってくれと、うん、なるほど、でも講演の授業って本当にね、面白かったよね、やっぱり強い組織と人材作りっていう、うんうんうん、テーマで、これはどの、あの団体でも、うん、あの非常に大事な部分なので、うん、まあ、それは皆さんにとって、ね、共通するいいお話だったなと思っております。本当に素晴らしい講演です、うん、ありがとうございます、はい、じゃあそんな、はい、商工会青年部を率いていらっしゃる、はい、部長さんは、はい、どんなお仕事してるのかな、はい、私はですね、はい、あの坂田ストアというところで、うんうん、まあ、働いてるんですけども、うんうん、まあ、主にですね、うんうん、配送ですね、野菜、うん、乾物、うんうん、ちゃんみよ等の配送、うん、ええ、ちゃんみよもね、いろんなところ配送されてますから、特にあのオーダーいただければ配送しますので、うん、ええ、まあ、どこにでも行きます。そうですか、高級食とか、老人ホーム、飲食店さん等々に、うん、毎日配送しております。奥の地区も、県外でございます残念ながら残念でございます、はい、いや、なんか奥の地区の皆さん申し訳ございません、チャミオの家だけ結構ございます、はい、いやでも思うんですよ、はい、この辺でもね、はい、なんか学生服とかも奥の章だけ書いてないんですよね、書いてない、そう、だからね、なんで奥の章だけ乗らないのかなと思って、うん、素朴な疑問なんですよ、うん、牛久じゃないのかな、牛久ですよ、牛久ですよね、牛久ですよ、牛久ですよね、牛久は こういう感じですからね、蝶々、みたいなね、ちょっと端っこにあるだけでね、そうですね、いやいやいや、ちゃんとなんか認められてるのかなと思って、認めてます、
大事ですよ。ただちょっと遠いっていう。ちょっと遠いですね。ちょっとね、ちょっと遠いですね。はい、ちょっと遠いですね。まあでもリトル北海道。はい、リトル北海道ですね。じゃあそんな、はい、高田ストアさんで働いてる竹兄やんが、はい、青年部に入ったきっかけって何だったんですか？きっかけは、うん、先輩の、うん、某、長岡屋そば屋さん。あ、某長岡屋さんですね。大先輩。ね、チャメティブ見たで半額になる、長岡屋さんですかね。適当な。あの先輩に連れて行っていただきまして、まず最初の会合に。まあ、その席で正座って。あ、これちょっとパスカットで。いや、大丈夫、ね、修正できますからね。デビュー戦がちょっとね、大変だったんですけども。まあ、先輩に連れて行っていただいて、そこから、あや、あわよくば、違うな、違うな、何ですかね、何ですか、あわよくば、あわよくば、あわよくばじゃないですね、あわよくばじゃちょっと変な方向性にね、話がいっちゃいそうな気もします。順調にね、出世の道を歩みまして今部長としてやらさせていただいています。で、部長になる資格ってのあるんですか？誰がどうやったら部長になれるぞみたいな。まあ先ほどもありましたけど、やっぱ鼻のピクピクの速さ、これがもう、なるほどね。まあ嘘ですけど、資格はないですね。なるほど、うん、やっぱり多数決的な投票で。投票ですか？あ、今現段階ですと、うん、前部長から次頼むよと、いうことで任命される。なるほど、叩かれまして。でも来るか来るかと思ってました、うん、俺から次みたいな。そうですね、次俺しかいないかな。さすがピクピクできるし、来いよみたいな。嘘ですけどね。やられてもう、はい、ね、ちょっとそんな流れになっております。なるほどね、はい、じゃあそんな、そのやっぱりいろいろと思い出あると思うんですよ、はい、青年部の活動の中でも、はい、思い出に残るエピソードちょっと教えられる、放送に載せられる、ちょっとね、言えないこともいっぱいありますけど、いっぱいありますよ。みんなね、元気があるんで。なるほど、なるほどね、まあ、元気はありそうですよね。やっぱりあれですね、みこしの頭、おやしいただいた時の経験がすごいやっぱ印象的でしたね。みこしの頭っていうのは商工みこしあって、 そうですね、それを上でやるんですけど、あれはどっちにどういう指示を出してるんですか？あれはあれは、基本的にまっすぐ来いと、俺のところにまっすぐ向かって来いという指示をこう出してるわけですね、曲がってるとか、まっすぐ来いよ、それも任命制ですか？誰が次の頭になるのかっていうの、今のところは、部長が、やっております。なるほど、なるほど、名誉職として。なるほど、なるほどね。じゃあ部長になるのか、はい、先、今は頭が先になってます。頭が先になって、頭やった男は今のところ部長になる、なるほど、なるほど、男の中の男だ。なるほどね、いうことでございますね、まあ、登竜門的に。なるほど、なるほど。これはあれですか、その、それになった時になんかこう、なんかこう、こんなことあったよみたいな、うん、エピソード、エピソード、やっぱり、上町さんと共演があるんですけど、あそこの、なんだろう、青山、ところで、で、一回こう止まるわけですよ、みこしも止まって、出汁も止まって、で、皆さんにこう一本で締めるって挨拶するんですけど、そこでみんなが見てるわけですよ、すごい人数ですよね、あそこね、これは、俺何やってんだ、みんな見てるよ、みたいな、やばいやばいやばい、それがすごく印象的でした ね、 なるほどね。見られてるのは分かって、もうみんなが見てるんで、でも緊張はしてる感じはしないですよね、でもね、まあそこではね、もう高揚感が、ね、あるからね、もうやったらやったらみたいな、ね、喉もね、声もカラカラですから、確かに。あの時こう見渡した時のやっぱり景色と、まあ素晴らしい、忘れられない、そこじゃ牛久の思い出のスポットで言ったら、青山だと。いや、チャンミオのフロアでございます。コメントが出てるようですよ。あのね、早速ね、敵が現れました、私も鼻動かせるよってことで、セプターさんが動かせるそうです。速さの戦いですからね、もはやね。ちょっと調子悪いですね。軽い上ですからね。そうそうそう。いつまでもうちょっといけるんですか。あ、タカちゃんがね、いろいろなイベントいいよねとか、商工会青年部はみんな元気あるよねってことで、元気です、元気です、コメントいただいてます、ありがとうございます。何でもできる、はい、はい、ということで、じゃあちょっともう一個聞きたいんですけど、まあ、商工会青年部さん、今後の目標、目標は、さっきも出た、ホロヨ横丁、こちらを牛久のやっぱ名物にしたいですね。いやー、でもなりますよ、名物です。毎年この時期になれば横丁が開催されると、飲み行こうよみたいな、まあ、僕はあんま飲めないですけど、
そうそうそう、飲み込よみたいな、うんうん、でもいいですよね。いやでも、もう今やもう牛久の名物じゃないですか、うん、やっぱりですか、うん、今年で4回目なので、な、まあ、少しずつこう定着してきては、うんうん、来てるのかなと思っております、ね、あとピザワングランプリやりましたので、うんうん、牛久をピザの街にしていきたいと思っております、うん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 、じゃあ今後そのホロヨー横丁は何月ぐらいにあったりとかっていうのはまだ決まってないですか。今年は一応予定では8月、うん、8月開催予定でございます。ただ駅前今改修工事してますので、まあその関係でもしかしたら日立の牛久開催もありえるかなと、うんうんうん、なるほど、うん、この場をお借りして事前にね、それはあるかもでございます。でもね、牛久市2つ駅ありますからね、うん、そうでございます。いやいや、それはいいですよね、はい、楽しみですね、うん、楽しみ、本当8月、はいはい、いずれかの場所で、交互期待です。ぜひね、次回もね、はい、私たち乗り込んできてください、行きたいと思います、ええ、あ、その説はお世話になります。その説は司会、ありがとうございます。いえいえいえ、ありがとうございます、はい、まあでも本当に楽しみなイベントが盛りだくさん、でも、はい、まずは7月の商工みこしが、そうですね、みこしをやって、ほろよこしをやって、わよい祭りやって、うんうん、あといろんな事業、うん、てんこ盛りでございます、うん、はい、これなんかそうですね、うん、まあどういうのをやってほしいみたいなのって皆さんありますかね。そうですね、専務に対して、うん、こんなイベントとか、うん、事業やってほしいとか、うん、っていうご要望があればね、非常に参考になりますんで、もし皆さんお伺いしたいですね、コメント見てる方で、うん、はい、ちなみにどうですか。私はね、でも婚活パーティー、婚活パーティーブリアンとブリコン良かったですよね、参加できませんでしたとか、ちょっとね、相手を選べる婚活、どういうことなの、相手を選べる婚活、だからこういう人で、こういう人で条件つけて、そう、こういう人を部長お願いしますって言って部長に、該当者なしみたいな、該当者なし、はい、やり理想高すぎる、あっちにもね、選ぶ権利ありますからね。でもグーケトスでね、5つに分かれても取れなかったっていうので、ちょっと切ない思いをしてるんで、ね、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ取る練習しとかないと、そうですね、呼吸をね、キャッチングの補佐します、難しいことしてる、鼻ボロボロね、ボロボロね、何も嬉しいことになっちゃうからね、恐ろしいですよね、はい、ぜひ青年に対してご要望があれば、ぜひぜひ皆さんお願いします。お待ちしております。よろしく、みんなの声が聞けるっていうのが、そうですね、いいところで活用していただいて、はい、はい、ぜひコメント待ってます。よろしくお願いします、はい、まあ、そんな商工会青年部、はい、竹兄ちゃんが、はい、今後のね、なんかその、まあ、目標実現のために、はい、この世とかもそうですけど、牛久市に臨むことって何かありますか。そうですね、何ですかね、まあ、場所ですかね、やっぱ今一番欲しいところは、なるほど、やっぱりスペースがある程度あって、駐車場もあって、やっぱりイベントスペースがあると、やっぱりそこでいろんなイベントができて、牛久もこう盛り上がってくるのかなっていうふうには思いますね、はい、偉い人届くかな、場所を2人がスペースください、スペースにしなさい、でもね、まあ、東口も回収されたら、そうですね、ええ、まあ、そこはね、あのホロヨコチをぜひ、お願いします、はい、コメントが届いてます、はい、はい、うん、じゃじゃーん、はーい、あ、うん、昨年のホロヨー区長さぬき商店会の役員も視察に伺わせていただきましたということで、かよさんからコメント来ます。すごい視察員までね、すごい、ものすごい褒めてらっしゃいましたもんね、かよさん、すごい、牛久はすごいって言ってらっしゃいましたもんね、すごく天気にも恵まれて、来場者の方にいっぱい来ていただいて、ありがとうございました。いや、私たちね、もうなんか放送終了後に食べ物買いに行こうとしたら何も買ってなかったんですから、本当にもう大盛況で、すみません、いやいやいや、でも超楽しかった、うん、ありがとうございます、はい、それもセプターさんがね、まるでチームメンバーのようにね、募集ということで、青年部にやってほしいことを随時募集中ということでね、わざわざ書いてくださいました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ぜひ、はい、お待ちしております。でも本当に青年部、うん、いいですね、ありがとうございます、はい、そうですよ、はい、チャミオぜひ、はい、今日こんなものを持ってきたので、じゃじゃじゃん、ほうほう、入会申し込み書、まさかの、じゃあじゃじゃん、あ、チャミオ、はい、青年部、はい、入ってくれるかな、いいと思う、おめでとうございます、いいですか、入って入ってください、ぜひ、じゃあ、女性部員、え、女でも入っていいんですか、大丈夫です、じゃあよろしくお願いします、青年部、はい、入ります、
商工アコードお待ちしております。で一緒になんか今後はそうですね楽しいことイベントを混ぜていただけ、ちゃんみょうでもいいんですか、よろしくお願いします。そうなんですけど、お司会はもうちゃんみょうにバッチリやってもらいます。ありがとうございます。いやでも本当今日はこれを書いて、書いてちゃんと箱を持ってきたんで、あもう今日のうちね、さすが準備がいい。いやいやいや、番組中に書きたかったんですけども、時間がね、押してしまったので、これはもうきちんと書いて、あの放送終了後の写真の時には持って、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に部長今日はありがとうございました。ありがとうございました。竹兄やですね。竹兄や。鼻もピクピクできた。部長。はい、はい、ということで、はい、まあ、あっという間にお時間になってしまったんですが、はい、最後ですね、はい、あのチャンミュー TV の提供さんご紹介して、はい、コメントの最終チェックをして番組見せじまいにしたいと思いますので、はい、一旦 CM です。どうぞ。チャンミュー TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様の提供でお届けいたしました。はい、はいはい、ということで、はい、コメントは大丈夫ですかね。はい、皆さんどしどしコメントもメッセージもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、ということで、本日は竹兄やん、本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。福祉紹介宣伝よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご要望お待ちします。はい、頑張ります。はい、ということで皆さん、今日も見てくださってコメントくださってスタジオに遊びに来てくださってありがとうしくでございました。また明日もウキウキハッピーにお届けしますので、明日もぜひぜひチェックしてください。明日は菊祭りを始めてくださって、はい、上村先生が登場してくださいますので、はい、要チェックです。それではおやすみなさーい。おやすみなさーい。バイバーイ。